磯村ヘッです、はい、やっております、29歳、28歳、はい、よろしくお願いします。そうですね、中学でこう自主制作して、そこから、芸能界に興味を持ちました。はい、小さい頃の夢、お笑い芸人さん、芸人さんになりたかったです。はい、人を楽しませたかったです。勇気、泉沢勇気、匠、ノブ、杉野、はい、チェック、はい、チェックします、チェックします、見てます、はい、見てます、まだあります、見てます。成長したと思うエピソードをお願いします。何でしょう、なんか柔軟にはなったかなと思います。頭が固くなくなった。最高の息抜きといえばサウナ。落ち込んだ時どうする。寝ればもう次の日には全部飛んでるんで寝ます。元気をもらえた時に聴く曲は、サンボマスターさんの曲がいいですね。仕事で気をつけていること、みんなで一緒に作っている、仲間と一緒にクリエイティブしているってことを大事にします。仕事で一番幸せだと感じる瞬間、自分がそうですね、作った作品が届いたこと、見てください一緒に。今後挑戦してみたい仕事は、そうですね、宇宙に行きたいです。宇宙に行きたいよかったな。若い頃に挑戦しておいてよかったことは、若い頃に挑戦して、なんか友達とすごくはしゃげたことですかね。挑戦じゃないか。逆にやっておけばよかったことは、ないですね。はい、仕事前に必ずやることは、特にこれもないかな。深呼吸ぐらいですかね。忘れられない共演者監督の言葉、そうですね、ヤクザと家族で藤道人監督から、俳優と監督は、大事なとこで置いちゃった夫婦だっていう話をしたんですね。で、過去の自分に一言言うなら、そのままでいいよ、未来の自分にメッセージをお願いします。宇宙人になっているでしょうか。はい、次、映画撮影中の印象深いエピソード、なんだろう、雨冷たかったな。作品の見どころは、やっぱり食事を誰かと共にすることは大切な時間です。